はい、こんにちは。今日は心理学的観点から生産性っていうものは一体どうやったら生まれていくのか、発揮できるのかっていうお話をしていきます。まあこの 5,6 年にスマホがだいぶ普及してきて、皆さんもご存知の通り電車なんかに乗るとやっぱりよく見る風景で、まあ横並びの椅子に 7,8 人の人が座ってて、まあ全員だいたいスマホいじってますよね。スマホいじってるか、こう目をつぶってこうね、横を向いて寝てるかとかっていうような、この2パターン、もう最近では本読んでるとか新聞読んでるとかっていう人も見かけなくなったなっていう気はします。僕はまあ高校生10年くらい前の頃なんか新聞広げてる人もいたんですけど、今はもう iPad とかスマホとかでも見れますから、そんな人もだいたい見かけなくなってきたんですけどね。何をしてるのかっていうのが、やっぱり隣の席なんかに座ってチラッと見たら、まあだいたいスマホの中身がどうしても 見えてしまいますよね。そしたらもうゲームしてたりとか SNS 見てたりとかニュースを読んでたりとかっていうパターンが多いと思うんですけど、これって単に通勤とか通学をしている際にその時間を過ごすための手段が他にないんですよ。ぼーっと立ってるだけの10分間と何かしながらの10分間だったら、10分間何かしている10分間の方が短く感じて、あ、もう次の駅だくらいな感覚になれるんですよ。だから実はそのゲームに熱中してたりとか一生懸命ニュースを読んでいるかっていうと、そういうわけではなくて、ただ単に過ごす10分間と何かをしている10分間をと比較したときに、退屈な時間で無駄に過ごすくらいだったらせめてゲームをやった方がいいだろうくらいな感覚でやっているっていうパターンの方が多かったりするんですよ。これはもう心理学的にも発覚していることなんですけど、だから僕自身も4月とか5月まで、ドラゴンクエストモンスターズのスーパーライトっていう無料でできるアプリをやってたんですけど、今はもうやめて半年近く経つんですかね、なんですけど、同じダンジョンを50回繰り返してやって、ジェムっていう300ジェムで1回有料のガチャが引けるみたいなのがあるんですよ。僕だから課金は1回もしたことないんですけど、そのジェムを貯めるために同じコースを同じようにスライドして同じボスを倒してっていうのを繰り返しやってたんですけど、それも電車通勤時間で30分40分とかって乗ってるのが、ただ3、40分過ごすくらいだったらもう何かゲームやった方がまだマシだので、新しいモンスター手に入れたらいいなくらいな感覚でやってたんですよね。ところが今は動画の編集をしたりとか本を読んで知識を集めようとかっていう風にシフトしていったので、時間の過ごし方変えてたんですけど、結局何もしないで寝てる時間っていうのは未だにないってわけなんですよね。皆さんどうでしょう、電車乗ってる時にただ単にぼーっと過ごす 3、40分とやっぱりせめてゲームするなり、ニュース読むなり、SNS を見るなりっていう時間の過ごし方の方が多い人結構多いんじゃないですかね。特に YouTube 見てる方なんかもそうだと思うんですけど、動画見たりとかですね、っていうようなことなんですよ。だから結局人って暇に耐えることっていうのができないんですよ。耐えられないんですよ。で、暇と、まあ、自由っていうのはまたちょっと別で、とある実験で何もない部屋に男女それぞれ15分間放置したんですよ。で、どうなるかっていうと、多くの人はその15分間何もない部屋に閉じ込められてもう耐えられないんですよ。で、じゃあ次の15分間にどうしたかっていうと、ボタンを一つ置いて、でボタンを押すと自分自身に電気ショック、死なない程度ですよ、ピリピリって感じる程度の電気ショックを置いたんですけど、そのボタンを置いて15分間放置したらどうしたかっていうと、男性の7割と女性の3割っていうのは退屈からちょっとどんなもんなのかなって言ってボタンをピッと押しておおっていう風に電気ショックを浴びたんですよ。っていうことは、自分が痛めつけられるようなことだったとしても暇よりはマシだって言って、何かその時間をちょっとでも退屈なく過ごせるようにするために電気ショックを浴びたっていう結果が出てるわけなんですよね。だから暇って苦痛なんですよ。じゃあその苦痛って一体何っていう と、生産することができないっていうことなんですね。何も生むことができない時間っていうのが苦痛なんですよ、イコール暇なんですよ。だから何もしないことがもし皆さんにとって楽なんだったとしたら、スマホも見ずに本も読まずに誰とも遊ばずに、一日中ゴロ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 ね、こうやってゴロ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 、ああ誰か間違って俺の口座に3億円振り込んでくれないかなで、どっかの芸人さんみたいな感じになっちゃうんですね。でもそうはならないですよ。皆さんね、8時間の睡眠の他に3時間でも4時間でもゴロ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 したらだんだん退屈感じてきて、何かしなくちゃって起き上がるわけじゃないですか。結局そういうことなんですよね。だから何もしなくていいっていう、要はゴロ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 だけしてるっていうのは、それが長く長く続いていけばいくほど皆さん自身に生きている価値がないなと、極端な言い方をすればっていう風に、まあちょっと一抹の不安を覚え始めてきてしまうわけなんですよ。だから何も生み出さない
要は何でもいいんですよ。ゲームをするとか、遊ぶとか、料理を作るとか、子供と遊ぶとか、誰かと出かけるとか、趣味に没頭するとかって何でもいいんですけど、何も生み出さない時間が続いてしまうと不安を覚えたり、あるいは自己否定を覚えてしまうんですよ。このままでいいんだろうとかとか、何もしない自分って生きてる価値なんてあるんだろうかっていう風に、で生きていることに意味があるのかっていうことを自分に問答すると、結局のところ解決策って言って何かっていうと、生産することと、その生産性を上げることなんですよね。つまり何かっていうと、何かしらの行動をすることなんですよ。勉強したり、遊んだり、仕事をしたり、子供とどこか出かけたりとかっていろんな手段があるんですけど、まあ、何かすることなんですよ。生産することっていうのは人間生きていることにおいての楽しみであったり喜びだったりするわけなんですね。でそんなことを言いながら、じゃあどうしたらいいんだっていうと、まあ、どんなことでもいいんですよ。どんなことでもいいし、なんならどんなことでもやり始めが一番楽しいと思うんですよね。で、本であったりとか、ゲームであったりとか、仕事であったりとか、あらゆる遊びであったとしても、ところがそれにだんだん慣れてきてマンネリ化していくと、今度は退屈を感じてしまうんですよ。はい。だから本でも最初の1章2章を食いつくように読んでたとしても、だんだん3章目4章目ってなってくるにつれてスピードが落ちてきたりとか、これまた1章目と同じこと話してないかってなってくると、だんだん退屈を感じてきてしまうので、この本終わりってなってしまいますし、遊びとかゲームでも主戦が見えてきたら、ああもうここまで来ちゃって、なんかもうあとちょっとで終わっちゃうなって思って、だんだんこう飽きを感じてきてしまったりとかっていうのは結構あるので、別に退屈なこととかしんどいことでもとにかく長くたくさんやった方がいいよっていうことではなくて、しんどいことはしんどいんですよ。ですから一方でその何か生産するっていう、要はゲームしましょうとか遊びましょうとか仕事しましょうっていう生産すること、その生産性を上げることっていうのも大事なわけなんですよね。だからゲームをするにしてもレベルを上げずにずっとマサラタウンにいるっていうのも問題ですし、マサラタウンじゃなくてドキワシティに行って、今のポケモンで言ってこれ伝わらないですよね。だから最初の街にいて、でジムリーダーを倒してレベルもポケモン上げていって、で、四天王を倒してチャンピオンになってっていう風に、ちょっとずつちょっとずつ生産性を上げていって、いろんなものを生み出しながら、じゃあどうやったら効率よくポケモンのレベルを上げることができるのかとか、自分が手に入れたいと思っているポケモンを手に入れることができるのかっていう生産性を上げることっていうのも、やっていかなくちゃいけないんですよ。だから同じ時間をかけてやってても成果が1とか2とかっていうよりも、やっぱり100とか200とかっていうものの方が喜びは大きいわけなんですね。だからただ単に何か生み出したいからって言って取り組むだけっていうのもこれ NG で、暇から究極逃れていくためにはやってて楽しい、つまり生産するプロセスプラスやってよかったなっていう生産性を上げることと、結果がイコール楽しみとか人生の喜びになるんですよ。やっててよかった、そう、生産と良かった結果、生産性が皆さん自身の喜びとか楽しみとか、もっとやりたいとか幸福幸せっていうところにつながってくるわけなんですね。ですから皆さんが両方を感じられる、やってて楽しいなと、やってよかったなって感じられるものは一体何かっていうことをぜひ見つけていただけたらと思う。それが皆さんにとって仕事なのか、遊びなのか、子育てなのか、それとも趣味に没頭することなのか、あるいは友達と何かしらすることなのかって、いろんなことあると思うんですよ。でその中で皆さん自身が、こいつと一緒に過ごしてるのは楽しいなとか、家に帰った後にあいつと一緒に遊べて楽しかったなって思うことだったら、それをぜひやってみたらいい。ですから皆さん自身がプロセスもいいなと、それから結果も良かったなと、ゴールも良かったなという、この両方が組み合わさるポイントは一体何なのかっていうことをぜひ取り組んでみていただける、生産性がさらに発揮されるようになると思います。はい。だから人間はね、暇とか退屈っていうのは耐えることのできない生き物ですから、そこをやっぱりいかに充実して人生棺桶に入るときに、俺の人生楽しかったなって言って、手にね旅立てるか、今誰ですか、お前は手に旅立てるんかって突っ込んだやつ、まあ、僕もそんな気がするんですけどね、まあ、それはいいとして、はい、というところですんで、やっぱり人間こう棺桶に仲いいのかって話ですけど、やっぱり入って旅立つ瞬間に、俺の人生、私の人生過ごせてよかったなと、1から、まあ、例えば100歳もできない、1歳から100歳まで全部楽しかったし、そう過ごせてよかったっていうような人生ですね、送れるように、皆さんがその両方掛け合わせる、プロセスもゴールも掛け合わせて両方ともよかったなって言えるものは一体何ですかっていうものをぜひ見つけて過ごしていただけるといいのではないかなというふうに思います。ということで、すみません、少し今日動画が長くなりました。本日は以上となります。
お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。